はい。皆さん、こんにちは。マネリガルイージです。では、今回は発動バイアンを第一次世界大戦もと続きをやっていきたいと思います。アメリカと本格的な戦争状態に入っている中、イギリス陣営ですね。フランス含めたイギリス陣営がアメリカについてしまったということで、日本対世界という、新しい世界大戦になってしまっているんですけども、今回はまずですね、カナダ、アメリカといった北米大陸、ここの制圧を、最優先で進めていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。あとはですね、一部再上陸をかけてきている、アメリカ軍に対しては、これをね、しっかり叩いておきます。あと、海軍の再配置もしっかりやっておきましょう。特に困るところは、強襲上陸をね、食らいたくないところ、食らったら困るよねっていうところは、絶対に、確実に守っておきたいので、ちょっとそういう動きをするように、今いる既存の艦隊ですね。これをですね、しっかりと、覇権海域を入念に選定してですね、強襲上陸を、受けないというのはこんだけ大きな領土を抱えているので、もう難しいんですけども、できるだけ受けにくい状態を作っていこうかなというふうに思っています。まずは、アメリカの西海岸。ここには第一艦隊を派遣しましょうか。これだけだとちょっと、危ないかなという感じもするので、第2艦隊も同じく派遣しておきましょう。こんだけ大規模な艦隊派遣しておけば大丈夫でしょう。あとハワイ。それから日本海にかけてというところもしっかりと防衛をね、張っておかなきゃいけないところになるので、このあたりは艦隊を惜しみなく使います。日本近海は絶対に守らなきゃいけないので、しっかり艦隊を出しましょう。あとね、東南アジアも結構危ないんですよね。敵が艦隊を集中させてきたときに、これをやっぱり防衛するのがかなり難しいかなっていう印象がここまであります。で、特にね、一度上陸されると、艦隊は、急に動かないし、陸軍も急にはね、反転できるほど、精力的な余裕を今抱えていないという状態なので、ちょっとね、この辺りは、慎重な上にも慎重を重ねてですね、しっかりと、防衛戦略を練っていきたいなというところですかね。さあ、こんなところで一旦いいでしょう。では、時間を進めていきます。で、ルーマニアに対してはね、軍を送ることにしました。ルーマニアも敵国として完全に参戦してしまっているので、ルーマニアは早々に、食ってしまおうと。というところですね。今回もね、アメリカ行ったり、ヨーロッパ行ったり、東南アジア行ったりと、ちょっとね、画面をだいぶ動かしてしまうと思うので、お見苦しい点も多々あるかなと思うんですけども、ちょっとそこはすいません、お付き合いお願いします。フランスの良い年は最優先でしたいよな。ルーマニアは、サクッと食っちゃいましょう。で、特に注意しなきゃいけないのが、やっぱりアメリカなんですよね。なんで、アメリカの方面はというと、できるだけ、航空機もね、配備を進めていきたいなと思います。積極的にね、追い越しとかもやっていきましょう。北米大陸で言うと、アメリカはもちろんカナダ、あとは、メキシコ。このあたりはね、もう早々に下してしまって、今や敵はイギリスと言ってもいいと思うので、イギリスにね、あるいはフランスにね、戦力をぶつけられるように、できるだけしていきたいです。イギリスといえばシンガポールもね、しっかりダッシュしたいし、ちょいちょいこんな感じで、フランス軍もね、上陸を仕掛けてきたりはするので、これの撃退もしっかりやっていかなきゃいけないというところなんですけども、ルーマニアが早々に降伏。これはいいね。ありがたい。
ちなみにイギリスが陸軍の師団が206、フランスに関しては390とかなりでかいですね。大きい、強い。で、イギリス、フランスそれぞれの陸海空の戦力、改めて確認しましょう。まずはイギリスから。陸軍の師団が206、海軍が600か、空軍が2500。これだけ見ても日本と、互角ぐらいの戦力がある上に、フランスはさらに強力ですね。まあ、ドイツがね、もうちょっと、日本にべったりな対応してくれればいいんですが、一方アメリカはだいぶ削ってます。特に陸軍はだいぶ削っていて、海軍は未だ健在ですけどね。で、我々日本はというと、ご覧のような数値です。まあ、師団数ではね、超大国、フランス、イギリスと、まあ、互角ぐらいだと思うんですけども、やっぱり先の対戦しっかり勝ち抜いた、その力をね、ここまでは発揮してくれているのかなというふうには思っています。なので、これをしっかり維持していくのが、まあ、一つ、重要なファクターになってくるかなというところですかね。しっかりと、敵軍を壊滅させていきましょう。で、ルーマニアが片付いたよね。ルーマニアにいる軍を、敵を駆逐し終えたら、一旦解放して、新しい戦地へと送っていきましょうか。で、ペルシアとかはもう絶対に敵になってほしくないので、まあ、気づいた時には関係の改善を送っておきましょう。敵の切り離しなんかがあると厄介なので。オーストラリアもそうです。うん、オーストリアも同じですね。関係の改善はしっかりやっておきます。で、フィンランドとかはどうなんだろうね。敵国としてもいつ参戦してきてもおかしくないと思うんですけど、ここを、まあ、どう切り抜けるかというのも一つ重要な、ああ、また徴兵の回避、忌避の話だね。まあ、ここは一旦放置しよう。今は、それに関わってる余裕はないので。で、あとは、南米ね。特にブラジル。この辺りが敵に回ると、また混沌としてきてしまうので、せっかく、今ね、いい状況で進んでるので、ここは、しっかりケアをしておきます。壊滅できる攻撃があれば敵軍を壊滅させる。ここまでは割と順調に来てるな。アメリカ大陸、アメリカ合衆国も半分ぐらいは領土を食っていってる感じがしますよね。さあ、あとはフランス軍をここで殲滅していきましょう。よし、これでフランス軍の殲滅完了。ベトナムからフランスを駆逐しました。で、ちょっと怖いのがやっぱり海軍戦力だよね。海軍戦力がね、もうちょっと潤沢に欲しいなっていうのが、まあ、正直なところなんで、駆逐艦の数増やします。で、フランスをベトナムから駆逐した部隊ですけども、彼らを一旦この辺りに駐屯させておく。まあ、おそらく敵がじゃかじゃか入ってくると思うので、奪還しに。で、補給マップを後で確認して余裕があるようであれば、軍をね、イギリス領インド帝国に派遣していきましょう。ここです。インドの解放。まあ、フランスとイギリスを下せば、まあ、もちろんアメリカも含めて下せば、戦争はもう勝利と言っていいと思う。グアテマラとかどうなんだろうね。関係改善しておきますか。強襲上陸をどこに仕掛けてきている。強襲上陸はね、確実に潰しておかないと怖いので。
さあちょっと行ったり来たりと見づらい感じにしてしまってますけども、順調に、アメリカ大陸の方は来てますね。でアジアの方はというと、インド、イギリス領インドの方も順調に来てるかな。あとは強襲上陸受けたらそれを跳ね返していく、その連続ですね。ちょっとこちら苦戦の様相があるな。できればここに航空機を配備して、制海権を、制空権を取っておきましょうか。といっても対上空だけになっちゃうね、航続距離考えると。あとはヨーロッパからフランスに直接攻撃を仕掛けていきたいので、ドイツがやっぱり参戦してほしいよな。ドイツがね、今我々の陣営には誰もいないっていう悲しき状態ではあるので、これをね一人で改善回収していくってなるとなかなか苦しいですよね。西海岸に敵強襲上陸、これはちょっと怖いんだよね。唯一もう西海岸にあまりか、陸軍の部隊残ってないので、強襲上陸されても困っちゃうよねっていう部分ではあります。ただその分艦隊は出しているけど、やっぱり艦隊の総兵数でいうと苦しい懐事情というか、そういうものはありますね。ブータンがここで一旦降伏しましたね。ブータンはね、こう言っちゃなんですけど、軍事力っていう意味で言うと合ってないようなものなんで、一旦スルーしていきましょう。ネパールは敵になっている？敵になってるね。ネパールも食っちゃおう。誰がこの日本の快進撃予想したか。まあ中国、ロシアがしっかり取れた第一次世界大戦がやっぱ大きかったですよね。第一次世界大戦で、ロシアのね、内戦、ソビエトの分裂に乗じて一気にソビエトをね、食えたっていうのが本当に大きな大きな、今のこの流れを作ってくれているなっていう感じはします。あそこでロシアがね、食えてなかったら多分また違う展開になっていたんじゃないかなと思うので、さあイギリス領インド帝国もこのまま食い散らかしていこう。でそのための部隊がちょっと足りない。少し部隊を用意してあげないといけないのかな。先にちょっとカナダの方始末しちゃいましょう。で残っている部隊はないので、さて困ったな。ここだよね、ここに出す部隊がちょっと足りていないかなっていう感じがするな。これはこの10師団を出しましょうか。元帥号を持つこの10師団、10師団でこの大軍相手できるかっていうのはちょっとクエスチョンですけどね。ここ一つ大きな戦局になりそうだな。
ルーマニアの方はこれで完全に、敵の部隊を壊滅させましたね。ルーマニア軍が、名実ともにゼロになったという状態だと思います。あ、出た出た、これよ、フランス軍の上陸。これがね、邪魔くさいんだよね。ちょいちょい出てくるフランス軍の上陸。イギリスよりもやっぱフランスの方がね、こういう上陸仕掛けてくるケースが多いですね。アメリカもここに来て仕掛けてくるか。まあ、ただ上陸してるの見かけたら、根気よく潰していきましょう。一個一個。さて、では、アメリカ大陸の方を見ていきます。3分の1、半分ぐらいまでは来たかな。アメリカの方もね。カナダの方もだいぶ順調に、推移はしていますね。このまま北米大陸全土を席巻していきましょう。意外と粘ってるのが、どうだろう、メキシコが意外と粘ってるなっていう印象はありますかね、ここまで。もうちょっとサクッとね、メキシコあたりは食ってもよかったのかなっていう感じもしたんですけど。海兵隊を失いたくないので海兵隊は救いに行きます。ちょっと孤立してしまってたね、海兵隊です。またどっかで強襲上陸、もう至るとこで強襲上陸起きてるから、いちいち見ていられないっていうね、ほんと微妙な状況になっちゃってるな。さあ、ここに来てイギリス、インドがまた内部から微妙な反乱が起きてるな。これは早々に潰しておきたいね。大きくなる前に。部隊を送ります。よし、では上から進めます。これでどうだろう、インドネシア半島にいたイギリス軍も、まあ、シンガポール、マレーシア除いてほぼ壊滅させましたね。いや、もうキリがないからね、このイギリス、フランス、アメリカ、この超三大大国を相手にしているっていうこの状態ね。なんとかこの状態本当は回避したかったんですけど、もうこの状態になってしまった以上は全力を尽くしましょう。
あとは駐留させていきます。もうキリがないので、駐留軍による壊滅作戦。あと後ろ取られると厄介なんでね、そういう状態だけはならないようにちょっとね注意を払いましょう。そしたらいよいよイギリスのシンガポールとかを取りに行きますか。どれくらい強力な、軍がね駐留しているかはわからないですけど、もうそろそろアジアからイギリスの勢力を排除していきましょう。一旦北米に移しましょうか、戦局を。カナダがちょっと粘ってるよね。もうちょっとさっくり、まあ、その、降伏するかなと思ったんですけど、まあ、メキシコもそうですけどね。結構粘ってるかなっていう印象はありますね。あと、ここに来て、やっぱり、強いね、アメリカ軍。最後の最後、粘ってるな、っていう感じもします。とかにいる師団を戻して補給マップを確認して余裕があれば出しますか。今一気にイギリス領インド帝国を壊滅させるために軍に進撃の指示を出したので、これでインドも肩がつくんじゃないかなとは思います。あとは強襲上陸させるための、台湾だね、台湾ちょっと言い方が微妙な台湾になっちゃいましたけど、台湾どっちだろうとりあえずタイの方に港を押さえて強襲上陸できるようにしていきましょう。さあ、ここまで来たらもう本当に研究するものは何もないかな。もうどうでもいいものというと語弊がありますけど、ちょっとそういう感じのものを埋めるだけ埋めるためだけに使っていきましょう。ちょっと行ったり来たりで申し訳ないですが、こんな感じで
インドの大半もね、押さえつつあるという状態です。あとは台湾 どうしても台湾になっちゃうけど、そっちの方が取れれば、そこにね、部隊を送っていくと。アラスカも取り終わったかな、大半が。お、イギリス領インド帝国がここで、よし、屈服したね。これで、イギリスもだいぶ戦力落ちるんじゃないか。あとはカナダ。時間の問題だ、オタワまで。で、ワシントンも、目と鼻の先まで来たので、このまま行けば、カナダ、アメリカ、メキシコは取れそうですね。で、その後は、やっぱりイギリスだよね。で、イギリス攻略するときは、どういうルートで行くかっていうと、どうだろうね。これ見ると、ニューファンドランドからイギリスに直接、攻撃を仕掛けるっていう方が近道かもしれないな。で、イギリス取ったらイギリスからフランス、ジブラルタルを通ってフランスっていうね、まあ、そういう道がちょっと見えてきたかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。